コパラ。午後9時30分、湯上がり。やっぱりお風呂上がりの冷たい牛乳はいいわね。そうですね。おっぱいが大きくなりそうな感じで胸にピンピンくるのがいいですよね。バカ、風呂上がりはコーラだろ、コーラ。喉が焼けるのがたまんねえ。ねえねえ、しぐれちゃん、この蛍光灯から伸びてる紐って何？昨日はなかった不思議紐。ああ、それは引っ張ると電気が消えるスイッチなのですよ。急に入り口のスイッチが壊れてしまったので、取り急ぎココナツにさっきつけてもらったのです。へえ、これで電気が消えるんだ。文明ってすごいね。むしろ昔がこういうシステムだったようですけどね。ブラブラしてて、なんか猫的にはとても気になる感じ。そうだね、デシッてしたくなるよね。こんな感じでデシッ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 。色即是空、空即是色、明鏡止水、油断大敵。僕は大人、僕は大人。気にならない、目の前でショコラとバニラが紐を手してしてても気にならない、気にならない、気にならない。ココちゃんも一緒にテシテシする？する、僕もテシテシする。あんなことに夢中になれるなんて。ココナツも体は大きいくせに子供ね。おめえも年食ってる割に十分ビビリだろうが。暗いところが怖いなら、提灯あんこうみてえに頭から明かりぶら下げたりしたらどうだ？ああ、でもそうしたらトイレのドア開けてるときにその提灯が見えてうぜえな。殺す。あんただけは今晩中に殺すわ。ふん、お嬢カールが笑わせるわ。もうお風呂も入ったんだからやめようよ。2匹とももう大人なんだしね。んだとてめえ、ちょっと父がでけえからって調子乗んな、このおっぱいキャットが。てし、そのアイデンティティしかないくせにゴリ押しがたまにイラッとするのよね。てし、やん、おっぱいテシテシしちゃダメですよ。うん、テシテシ、これマジで揺れるんだな。テシテシ、マグニチュード8はあるぞ。テシテシテシ、こんなのつけててよく生きてられるわね。テシテシ、ものすごい邪魔そうなんだけど。テシテシテシ、私ってばこんな落ちばかり。ダメ。テシ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 、10時、就寝。もう10時ですか。ショコラにバニラ？はい。ん？他の猫たちも自分の部屋に戻りましたし、そろそろあなた方も自分の部屋に戻って寝なさい。もうちょっとここにいちゃダメ？別にダメということはないですが、どうかしたのですか？どうかしたってわけじゃにゃいんだけど、
最近ご主人が構ってくれなくて寂しいんだって。いやー、そんなご無体な言い方そうなんですか、ショコラ。にゃー、だってご主人様ったらこんな時間になってもずっとキッチンでケーキ作ってるし。確かに最近は遊んでくれないどころか釣れないことが多いよね。兄様には兄様のお考えもあるのでしょう。家族である私たちが理解してあげないでどうするのですか。それはわかってるつもりにゃんだけど、どうにもショコラは納得がいかないようで同じ兄様が好きな身として気持ちはよくわかりますけどね。いいですよ、じゃあ今日はここで一緒に寝ましょうか。おー、しぐれ太っ腹。なら私もここで寝る。ええ、もちろんです。ベッドの広さは十分にありますから。はーい、やった、しぐれちゃん大好き。キュー、私もしぐれ好き。キューこらこら、2匹でそんなにしたら苦しいでしょ。じゃあ電気消しますから、おとなしくベッドに入りなさいな。はーい。ねえ、眠くなるまでご主人様の小さい時のお話聞かせてほしいな。はじめからそれが目的だったのでしょう。ショコラは兄様の昔話大好きですものね。私もちょっと興味ある、ご主人の鼻垂れ時代。私と兄様は年の差があるので兄様の幼少期のことはよく知らないのですけどね。でも年が離れてるからこそ可愛がってくれてるとも思うので、ジレンマでもあるのですがジレンマ？それもまたお菓子ってこと、多分。まあ、だいたいそんな解釈で合ってますけど。では、何から話したものでしょうかね。たくさんあって迷うのですが。あ、やっぱりしぐれ様の部屋にいた。ショコラとバニラの話し声がしないから変だと思ったんだ。ね、やっぱりしぐれちゃんのお部屋にいたでしょ。絶対にここだと思ったんだよね。あ、ココちゃん、シナモちゃんも。なんでメイプルまで来てんだよ。一人で寝んのが怖くなったんか。そんなわけないでしょ。みんなが来てるっぽかったから、なんとなくよ、なんとなく。あずきこそなんでここに来てんのよ。私はなんか楽しそうな匂いがしたからだよ。ま、おめえと同じだな。あずき、メープルも。あらあら、みんなまた戻ってきてしまいましたね。ショコラとバニラだけしぐれ様と一緒に寝るのはずるいよ。そうだよ、抜けがけずるい。私もしぐれちゃんと一緒に寝たいのに。私は抜けがけとかはどうでもいいけど、仲間外れにされるのは嫌だしね。楽しそうなことしてんなら私も混ぜろよな。じゃあたまにはみんなで一緒に寝ましょうか。はーい、みんなで一緒いいと思います。みんなで一緒はいいね、楽しそうでワクワク。じゃあ失礼して。私も失礼して。あ、ショコラちゃん、もうちょっとそっち詰めてくれる？うん、わかった。え、ちょっとみんなで一つのベッドはさすがに。あずき、もうちょっとそっち詰めてよ、ベッドに入れないじゃない。んなこと言ったって、こっちも限界だって。バニラもっとそっち行けよ。もうかなり細長くなってる、
これ以上は無理。ちょっと待って。これはかなり苦しいのですが、みんなで横になってギュッてし合ったらどうかな。ナイスアイデア、ショコラ。かなりの小スペース。キュウ。ちょっと左右からの圧迫感が。じゃあサイズ的にココナツが小豆抱きなさいよ。それなら収まりいいでしょ。小豆の寝相壊滅的だから嫌だよ。メープルこそ抱いてあげなよ。勝手なこと言ってんじゃねえ。こっちだって無駄な乳で窒息するのはごめんだわ。じゃあ私もダメだね。残念。一つのベッドに7人とか狭い。寝れるわけないでしょうが。ふぅ。ふぅ。